ご思うよは、中華民国の軍人。主に国民革命軍の北伐時に活躍した。自和律本、1905年、石膏部美学道府評家を卒業し、日本へ留学する。東京新武学校を経て、陸軍主管学校府評家で学んだ。1910年に卒業して帰国する。侵害革命が勃発すると、石膏省の革命派が樹立した、石膏軍政府において、 参議会参議と総司令部副官署所長を務めた。後に、陸軍第六支部表第九十八団団長、年位鎮陳司書参謀長を歴任する。1925年後、五毛与は、甲州に移り、小解析から、広補軍官学校訓練部少将主任兼、長須要塞中将司令に任ぜられた。その後、北伐に参戦し、1927年に、 石膏省政府軍事庁中将参謀長となり、翌年1月には国民革命軍総司令部弁公庁主任に移る。同年は三軍所総務局局長、三軍所三軍長代理も務めた。北伐終了後の1929年7月より、午思うよは、陳太を特別市市長代理権陳太を警備司令となる。 翌1930年1月から1933年2月まで首都警察庁長,長を務めた。1935年5月、軍事委員会弁公庁副主任となる。翌年1月、中条区組を授与された。日中戦争においては、ご思うよは戦闘の前線に立つことも、政務の要職に就くこともなかった。行進委員法規委員や軍事。 委員会選助長中条長長、なでめぐむ委員会副主任委員などの官職しか務めていない。戦後の1946年6月、国民政府参軍どころ、参軍県天礼局中条局長となり、同年11月には政権国民大会代表に選出される。1948年5月、総統府第四局中条局長県参軍となった。 翌1949年5月までに、これらの地位を退き、香港に移住している。1961年、死去、去年76。ありがとうございます。